EM ドライブの実験装置 EM ドライブはイギリスの航空宇宙技術者のロジャー・ショーヤーが考案した宇宙機の推進方法。ロケットエンジンなどの既存の推進機関とは異なり、推進剤なしで水力を生み出すとされた。EM ドライブはサテライトプロパルジョンリサーチ社により2001年に発表された。ラジオフリークエンシーレゾナントキャビティスラスターとも、 しかし後の追試の結果、EM ドライブの推力とされたものは外部の力をご検出したものであったと結論されている。EM ドライブはマイクロ波を円錐形の鏡の密閉容器内で反射させるという機構からなるシステムである。EM ドライブの原理では既存のロケットエンジンやイオンエンジンが推進剤を噴射する反作用で加速するのとは異なり、 推進剤を用いず推進力が得られるとされていた。これは太陽電池などで電力を確保できれば半永久的に加速が続けられることを意味しており実現するのであれば画期的な推進機関になると考えられた。一方で外部とのやり取りをせずに推進力を得られるという主張に対しては当初から運動量保存の法則に反しているとの激しい批判も寄せられていた。 永久機関や異星人の宇宙船、反重力装置などの疑似科学の一種だとする科学者も多く、英国政府の援助も早期に打ち切りとなっていた。2016年、水力発生のメカニズムに運動効果が関わっているのでないかという仮説が提案された。ただし、この仮説は、光子が質量を持ち、真空中の高速が変化するとする過程に立脚しているため、 主流科学とは大きく乖離していた。複数の研究機関が追試を試み、推力が観測されたと報告されたこともあったが、最終的にドイツのドレス電工科大学での追試により、EM ドライブの推力とされたものは、外部の力をご検知したものだったことが確認され、終焉を迎えた。EM ドライブの追試は、複数の研究機関により試みられた。 中国の西北工業大学の研究チームは2010年2 5キロワットの電力を使用したシステムで 720mN の水力を生み出すことに成功したと発表した。2016年12月、ユエ・チェンは中国ギ日報の記者にチームが同地で5年間の資金調達を受け EM ドライブを軌道上でテストを行っていたと語った。チェンはプロトタイプの水力は マイクロニュートンミリニュートンのレベルであり、決定的な実験結果を得るために少なくとも 100-1000mn までスケールアップしなければならないと指摘した。それにもかかわらず、彼の目標はドライブの検証を完遂し、その技術をできるだけ早く衛星技術の分野で利用できるようにすることだと述べた。2014年、アメリカ航空宇宙局のイーグルワークスチームは、 西北工業大学と同様のエンジンで実験を行った結果、中国チームによる報告の1万分の1以下ではあるが、30から50 μ N の水力が発生したことを発表した。2015年には真空チェンバー内でも水力が発生したことが報道されている。2016年11月改めて NASA が発表した報告によると点にプラスマイナス0 1 μ n キロワットの水力を生じるとされている。2016年11月、インターナショナルビジネスタイムズは、米国政府が、ボーイング X-37B の EM ドライブ版をテストしていると報道した。一方で、2018年5月に発表された、ドイツのドレスデン工科大学による追試結果では、同じく、 EM ドライブから 4N の水力が観測されたものの EM ドライブの向きを90度変えてもまた EM ドライブを稼働させず実験装置のみを起動させた状態でも同じ水力が観測されてしまったことが報告されている。研究チームはこの結果について EM ドライブの水力とされてきたものは地球の磁場と電源ケーブルの電磁相互作用によって生じた。 力ではないいかと分析しているドレス電工科大学ではその後も研究が続けられ、2021年にはエンジンの熱による装置の歪みで NASA の追試で発生した水力も再現できたことと、そして観測装置の改善によりその水力が発生しなくなったことを発表した。ありがとうございます。